画本を取るのは、さらば、我が愛、覇王別姬などの名称チェン開口。秘密などの染谷翔太が、空海を、黄金時代などのホアン・シュアンが、彼と一緒に事件に挑む詩人、白楽天を演じる。では、どうぞ。夢枕幕さんの小説、社紋空海等の国にて鬼と宴巣を映画化した、空海、美しき王妃の謎が、中国で昨年12月22日に公開され、すでに興行収入が90億円を超えるヒットを記録しています。参考で、日本歴代興行収入1位の千と千尋の神隠しは308億円。唐の時代に、日本から遣唐使としてやってきた若き日の空海、染谷翔太が、詩人の白楽天、ホアン・シュアンと共に、不可解な連続殺人事件の謎や、楊貴妃、ジャン・ロンロンをめぐる謎に迫る冒険ミステリーで、チェン・カイコー監督によると、10年前に小説を読み、6年かけて、唐の都を再建し、5ヶ月かけて撮影を行ったとのこと。長安を再現したセットは、東京ドーム8個分の広さ。なお、空海を演じた俳優の染谷翔太さんは、前編中国語で撮影されるこの映画のために、単身中国に渡り、5ヶ月間中国語漬けの日々を過ごされたそうです。制作費150億円が投じられたこの日中合作の大作に、中国の人々から絶賛の声が多く寄せられていました。海外の反応。素晴らしい作品だった。機会を作って絶対に見た方がいいぞ。この映画は2回見る価値がある。白居易、空海、楊貴妃たちが物語のメインなんだけど、彼らの運命をもっと理解したい気持ちにさせられるんだ。阿部の中丸を演じた阿部寛がすごく良かった。素晴らしい。傑作と言ってもいいかも。2回同じ作品を見たのは、私の中で初めてだったし。ちなみに、イケメン俳優が目的じゃないのであしからず。染谷翔太の微笑みにやられてしまいました。ラドビムプスの主題歌も良かったよ。中国でももっと注目されるようになってほしい。空海が、ほぼ常に微笑みをたたえてる理由がよくわからなかった。私も、空海の微笑みが謎だった。でも、あの空海の可愛らしさを愛さないわけにはいかない。2回見に行っちゃったよ。かなり完成度が高いし、おすすめ。映像も CG もサントラもグッド。俳優の演技もまずまず。でも、ストーリーがなんだか奇妙な感じ。典型的な外国人が描いた古代中国という感じ。まあ染谷翔太の笑顔のファンになりましたけどね。自分は小説を読む前に映画を見たんだけど、後で読んだら映画はかなり原作に忠実だったことが分かった。見て後悔することはないと思う。プロットは10点満点中 6.5 点。ムードは 8.5 点。スタッフの作品に対する誠意は 9.5 点。本当に面白かった。特に後半部分ね。今までの謎が一気に氷解するの。もう興奮しっぱなし。若干複雑なメタファーが多かったな。日本的な要素がかなりあった。まあ日本の小説だから仕方がないけどさ。中国人の観客には理解できないかもしれないけど、日本人が見たらクスッとなるんだろうなって思った。
ことが少なくなっていった。そして最後に世界の究極の秘密を悟ったことで再び微笑みを取り戻していったのだと思う。深みのある日本のスタイルが映画の通奏低音になってた。そういえば楊貴妃は日本に渡ったっていう伝説もあるよね。全体的に言って傑作。大東の最盛期の裏にある隠れた危機とかも描写されてたし、空海の最後の言葉にすごく納得がいった。よかったよ。見る価値ありだ。映像が綺麗だし、ストーリーも悪くなかった。原作の小説の方もぜひ読んでほしいね。作品では非現実的なことも起きるんだけど、シチュエーションとかは史実に忠実なんだ。でも、あまり歴史物という意識で見ない方が正解かも。映像がとにかく素晴らしいの一言。個人的にはチェン・カイコーが監督したここ10年の作品の中で一番優れた映画だと思ってるよ。関連スレが乱立しているなど反響の大きさがうかがえました。唐の最盛期を意味する大唐盛世という言葉が非常に目立ち、その時代が美しく再現されたこと自体に感動している方も多かったです。また空海の微笑みが賛否両論で、専用のスレまで立っていました。日本では2月24日から公開予定です。日中の俳優陣の顔合わせに加え、湖北省浄肥市に建てられた唐の塔のセットにも注目です。